中央大学商学部4年の阿部達樹と申します。私はシンガポール経営大学に8ヶ月間留学してました。私は留学先のグループワークを通じて挫折を味わいました。その挫折というのは、英語が話せない、そして現地の話題についていけないという理由から全然班の役に立てなかったという経験です。そこで私は、日本人ならではの意見を出すことで自分の存在価値を見出しました。というのは、社会学の授業だったので、日本の有名インターネット掲示板っていうものを話題に取り上げるとシンガポール人の心にヒットして、それが私の担当となり、結果として班に貢献することができました。やらない後悔より絶対やった後悔です。ぜひ留学に挑戦してください。